ね、パンはわかるけど。パンはね、多分知ってる人多いですね。うん、おにぎり店はここしかないと思う。へぇもともとパン屋さんでちょこちょこね、売ってたのよ、おにぎり。これうまいっすもんすよね。いぶりがっこね。大好きなやつ。あ、やばい。アジフライもうまそう。すごくないっすか、ね、アジフライがちゃんとおにぎりの形に三角形。この豊富さすごくないですか。あ、じゃあ僕いぶりがっこ。いぶりがっこ、まず2つにします。はい。あと、トウキビ茶。トウキビ茶も。明太クリームチーズ、ね、絶対美味しそう。でもいぶりがっこあるから、うん、じゃあタラコにしようかな。タラコにする。何これ、すごい。ザンギ、ザンギ食べよう。へぇ、ちょっとよだれ今わって。じゃあ僕もザンギ。こういうのもあるんだ。あとそんなもんでいいかな。のりバターとかもうまそう、ね、あんバター。あんバターも美味しい。あんバター僕食べる。はい、後で割り勘しましょう、はい。天気いい。せっかくなんでね、ま、12時、12時ちょっとですね。大通公園で食べましょう、うん、到着。到着です。天気いいな。やっぱ威圧感がすごいですね、このテレビ塔の。でかいからね。すごい、収まりきらないもん。乾杯する。乾杯しましょう。北海道決定。やっぱり好き。伊藤園に感謝。2リットル欲しいです。欲しいですね、2リットル。ああ、トウモロコシね。ヒゲで撮ってんのかな。ヒゲから出力してる、ね、ヒゲから出力っぽいですよね。シーンじゃなくて出力。うわ、おにぎりすごいぞ。うわ、盛り上がりパック。うわ、なんじゃこれ。おにぎり3個。やば、俺4個もあんの。やったな。これはほぼスイーツな。うん、確かに甘いもん。じゃあイブリーからかな。イブリー。イブリがっこ食べよう。これ加藤さんが前から言ってたやつ。そう。ああ。うわ。匂いでさ、美味しいって美味しいよ。うん。布団なくて済む食べ方で。確かに。すごい具沢山。すべてが程よい。具多いけど、うん、濃くないっつうか、そんなに。うん、歯ごたえいいね。うん。イブリがっこは。ハトーハトー。賞味期限ちょうど4時45分まで。お、あと6時間。あ、違う、4時間半。でも僕1時間2個食えば、うん、間に合う。2個目食べる。2個目いきましょう。2個目は僕もチキン粉。すげえボリュームっすよこれ。海苔がないおにぎり、うん、斬新で。モスバーガーとかにある。ああ、あるかも。ライスバーガー。ライスバーガー。あ、そういう系だわ。カロリーが555キロカロリーあります。やべえ、見なきゃよかったな。こんな大したことなかったね。綺麗。綺麗。このなんかあの、卵、卵もいる。なんか綺麗。こうやって食う。口に入れた瞬間に幸せが来た。うわ、うまっ。サクサク。うん。これね、いぶりがっこ超えた。僕はまだね、同じぐらいですよ。超えましたわ。今日の気分ですよ。これ日によって違うじゃないですか。違う。チャイニーズチキンバーガーのおにぎり版って感じですよね。いろいろ落ちるけど、うん、美味しい。地球にいれば仕方ないですか、落ちるのは。うん。だって重力があれですよ。こうやってボロボロ落ちるおかげで、ハトさんたちが飛行しながら得るんですよ。まあ、取り切ってますけど、あれは。申し訳ない。嬉しいよ。めっちゃハトさん来た。落ちた途端にいっぱい来た。なんか、鳥が集まる人みたいですよ。ホームアローン2にこういうおばさんいたんだよね。味しみやがってよ。どんぐり行けばいいんだよ。いっぱい食べれる。確かに。残りは後にしよう。これ後で食べます。いや、ちょっと編集今日するじゃないですか。
ちょっとプラつきませんか。プラつこう。うん。あ、うまかった。本当に美味しかった。どんぐりは本気ですよ。ジュールに混ぜたね。行きましょう。一回重力に負けたね。負けました。地球だもの。加藤ちゃん。何でしょう。ちょっと、狸7方面行くなら、あの7。その前にある、マジックショップ行きません。いや、行こう。自分なんかマジック買おうかな。あ、いいんじゃないですか。ちょ、売り上げやっぱ下がってるっぽいんで、貢献して。貢献ですね。ミュージシャン、マジシャン、加藤ちゃんになろう。そうしましょう。うん、Magic Show.